この大自然のサバンナで疲れた体を休めている一匹の猫がいた。彼は狩りで負った傷を舐めて癒しているのだろう。まだ傷が癒えないのか、2回目のベロベロが始まった。巣穴を覗くと、ここにも一匹猫が潜んでいた。どうやらこの猫はメスのようだ。巣穴から出てきた彼女は、辺りを警戒している。そして我々撮影班が危険ではないと判断したのか、またすぐに巣穴へと帰っていった。先ほどの猫が獲物を見つけたのか、何かを狙っているではないか。興味がないようだ。さっきまで巣穴にいたメスの猫が遠くから様子を伺っている。どうやらこの2匹は仲間らしい。猫たちが何かを食べている。これは他の動物を襲って奪い取ったカリカリして美味しいやつである。こうしてここ大自然サバンナで猫たちは生き抜いてきたのだろう。